お願いします。ジャニーズキング&プリンス平野翔さん、本当にかっこいい、キラキラ、天然プリの可愛らしさ、そして主演のクロサギで俳優としての素晴らしさ、彼の懐の深さ、改めて感動しましたね。そんなクロサギ、私は記事や動画で平野さんが岸優太さん、彼がクロサギの7枚に出るというね発言を連発していたというお話をさせていただきましたが、ものすごく期待しておりました。ネットなどでもちょっと盛り上がってましたしね。ことの発端は雑誌や情報誌などで平野翔さんのインタビュー、さまざまな紙面でクロサギ7話で岸くん出演するらしいよと連発しておりました。で、方々でですね、岸優太さんクロサギに出るんじゃないかというのがね囁かれまして、私もね本当に胸が躍ったと言いますか、本当出てほしいと期待しておりました。がしかし7話には出ませんでしたね、残念ながら。ただ私はまだもしかしたらサプライズ登場があるんじゃないかというふうなね期待をしております。いや、もうぜひ出ていただきたいと。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんはね、皆さんご存知の通りジャニーズを退所、キンプリを脱退という形を発表されましたけど、いや本当ね、寂しいんですけど、かなりちょっと落ち込みましたね、しばらく。で、元ジャニーズの先輩山下智久さん、平野さんはね山下さんに憧れて彼の背中をずっと追いかけていたそうですけども、山下智久さんが主役を務めた時のクロサギ、この時も第2話で当時同じグループだったニュース小山慶一郎さんが出演しました。そんなこともありましたんでね、ぜひよろしくお願いします。失礼します。